横田淳也2019年1月4日は日本の著作家、明治文化史研究家。愛称は横純、横田淳也と表記されることもある。牧純名義による著書もある。佐賀県に生まれ東京都目黒区緑が丘に育つ。法政大学第二高等学校を経て法政大学法学部に進み、在学中は落語研究会で活躍した。 中日ドラゴンズのファンとしても知られる。小学5年生の時に歌詞本屋で第二の太陽へを借りて感動したことがきっかけとなり SF にのめり込んでいく。中学生の時にはすでに個人 SF ファン人を発行していた。また、大学時代には定期的に霊界を開いていた SF マニアの集まり、一の機会のメンバーだった。1969年には横田が中心となり、 一の機会の仲間である、鏡明やきらや明らと共にファン人、SF クラブを発刊する。第3号では、日本初の SF 商業雑誌、星雲を復刻刊行した。雑誌には、筒井康やすたか、ひや朝倉久氏も寄稿した。4年半で10冊を刊行し、休刊となった。大学卒業後、副社員刷会社、PR 誌の編集会社などに就いたが、 長続きしなかった。作家としては、平井和正の紹介で1970年8月3日号の、週刊少年チャンピオンに掲載された、ショートショート、宇宙通信、X 計画で、商業誌デビューした。初期は、ナンセンスギャグを主題とした、ハチャハチャ SF が人気を集めた。ハチャハチャについては、早川文子 JA 版。 宇宙ゴミ大戦争の小松さ今による解説によれば、めちゃくちゃとようにも笑いすぎて、息が切れ、はちゃ、はちゃ、としか発音できない、といったところとされる。はちゃはちゃという言葉自体は、東京大学将棋部内部で使われていた用語に、由来するもので、同部にも出入りしていた、東大 SF 県の大谷義行が一の控えなど、ファンダムに広めたりしたものと言われている。デビュー前は、 SF 導入誌にシリアスな SF を書いていた。笑いを取り入れたハチャハチャ SF を書き始めたのはシリアス SF よりもユーモア SF を書いた方が良いと伊藤のリから言われたからだと後年記している。大学の落語研究会出身ということもあり超 SF 的な気象で物語が始まり落語的なダジャレで話が落ちるという作品が多かった。ポエム君シリーズでは 穏やかでファンタスティックな童話風の物語を児童文学としてではない分野として手掛ける試みにも着手した。ごく初期に見せていたリリカルな側面の発展型でもあり、横田の作風としては2本目の柱となった。ハチャハチャ道を抑えながらも、地口を散りばめてシュールに展開する山田太郎十番勝負などは両者の中間とも言える。高校2年生の時に、押川春郎の 海底軍艦に出会い、戦前の日本で書かれた古典 SF に興味を持つ。横田はこの分野の研究の草分け的存在である。また、鏡やキラはじめ、当時の SF 仲間に海外の現象を読めるものが多かったが、横田は英語が苦手だったため、自分は古典 SF を研究しようと決意したという。SF マガジンに連載し、後に単行本にまとめられた。 日本 SF 古典古典は、ハチャハチャ SF とも共通する、ユーモアあふれる文体で、SF 史的に重要な発見の紹介以外に、こんな作品があったのかという記書も多数紹介した。非常に人気のある連載であり、また SF のみならず、大衆文学史研究に与えた影響も大きい。数社から復刊を打診されたものの、古典 SF 研究の定本となってほしくないという。 横田の意志があり、復刊は実現していない。古典 SF の研究から明治研究にも進出するようになり、1988年に発表した活性人類の逆襲以降は、執筆するフィクションも明治時代を舞台にした作品が主流になっている。同年発表された会談時、押川春郎で日本 SF 大賞を受賞している。 また古典 SF の研究者の育成にも力を入れ、日本古典 SF 研究会には発足時から立ち会っている。1993年第2回日本トンでも本大賞特別賞を受賞。この時代には体調が思わしくないと様々な文章に寄せており、SF マガジンでの連載を体調不良を理由に休んだことも数回ある。 さらに2007年の世界 SF 大会にも出席する予定だったものの体調不良のため欠席した近代日本基礎小説指名事変で2011年には第32回日本 SF 大賞特別賞を2012年には第24回大衆文学研究賞大衆文学部門及び第65回日本推理作家協会賞評論その他部門を受賞している 2019年1月4日、心不全のため、神奈川県横浜市の自宅で死去した。73歳ボーツ。2019年、日本 SF 大賞において、功績賞が受賞された。ありがとうございます。